殺人、強盗、強姦、脱獄、その他もろもろ犯罪コンプリートだぜ、あいつ。主文、被告人を超死刑に処す。抵抗ペンギン。超死刑になるとどうなるのか。死刑になんてなりたくないよ。僕はまだシャバで自由に生きるんだ。待て待てと言われて待つやつはいないよ。やっと負けたかな。で、なみー島。ここは、ここは、僕は確か脱獄して、あ、もしかしてここ死後の世界。死んでもお腹は減るんだね。何か探そうっと。女？僕以外にもこの島にいたんだ。それにしても顔はそこそこだけど、なかなかいい体してるね。目を覚ます前に一発。あっ、いや、何なんですかあなた。目覚めちゃったよ。あなた、私に何をしようと。それにここはどこですか。騒がしいな。おとなしくしないと殺すよ。僕は目が覚めたらこの島にいたんだ。超死刑を宣告されたけど、なんとか脱獄して。は、何？すみません、私も超死刑を宣告されたんです。同じ境遇なんだね、僕たち。そうみたいですね。はっ、ていうことはあなたもしかして犯罪者。超死刑になるくらいの犯罪を犯したってことは、もしかして殺人鬼とか。鋭いね、君。そうだよ、僕はここに来る前8人は殺した。盗みもしたし、強姦もした。そんなに驚くこと？君も超死刑になるくらいなんだから、かなり悪いことしたんでしょ。私は看護師をしていたんですけど、患者さんに元気になってもらいたくて、点滴にエナジードリンクを混ぜたんです。そしたら点滴をしている患者さんがみんな死んでしまって。恐ろしく仕事ができないんだね。点滴に何か混ぜちゃいけないのは僕でもわかるよ。それで何人くらい死んだの？56人です。おとなしい顔してえげつないね。君もお腹が空いてるの？ああ、僕も食料探してる最中だったんだ。一緒に探す？結構です。え？殺人犯と一緒になんていられません。君の方が殺してるくせに。それを言わないでください。とにかくあなたとは一緒に行動できません。さようなら。可愛げのない女。ナイフがあったら刺しちゃってたかも。だけど貴重な女だからな。性欲処理の道具としてまだ殺さないでおこう。生きている。いやー、大量大量、これだけあれば十分だね。誰？なんだ、君か。食料は見つかったの？いえ。あ、そう。それじゃあいただきまーす。あ、おいしい。もしかして匂いに釣られてきたな。でもあげないよ。測ってますよ。期待なんてしていません。ああ、待って。何ですか？話し相手になってよ、暇だからさ。なんで私が話し相手になってくれたら魚あげてもいいんだけどな。私たちって死んでるんでしょうか、それとも生きてるんでしょうか。いてどうしていきなりつねるんですか。痛みを感じるし、お腹も減る。これって生きてるってことじゃない。早くこんな島から脱出してまた暴れ回りたいよ。私、超死刑の噂を聞いたことあるんです。噂？超がつくくらいだから、むごい殺され方されるだけじゃないの。超死刑は命を絶つ刑ではなく、罪人の悪い部分を絶つ刑、つまりは更生プログラムなんだって。もしかしたらこの島は超死刑の舞台で。バカバカしい。そんなわけないでしょ、僕は脱獄してきたんだから。それに僕は更生する気なんてないよ。そんな、せっかく政府が死刑囚にくれたチャンスなら、私はしっかり更生してまた普段の生活に戻りたいです。妄想が甚だしい。勝手にすれば。暇つぶししてくれてどうも。つまらなかったよ。待ってください。なんだよ。私たちは一度死んだも同然、生まれ変わったと思ってやり直してみませんか、一緒に。僕はパンダ、君は？は、自分はシャチコって言います。
更生。それから僕とシャチコは協力してこの島で生活していった。最初は喧嘩することも多かったけど、今はうまくやっている。そして数年が経ち。生まれた。頑張った、頑張ったね、シャチコ。パンダさん。僕はさ、誰かに僕という存在を認識してほしかった。生きた証を残したかった。でも、僕不器用だから。頭も悪かったし、これといった技術も持ってなかった。だから、人を殺めたら世界に僕の存在を。あなたはここに来る前、本当の愛を知らないで生きてきたのね。でも、今は違うでしょ。私はあなたを愛してる。そして、あなたの生きた証も。僕も愛してる。この子も。全部みんな愛してるよ。大切な人。元気があっていいね。どうしたの、シャチコ。私たちには消えない罪がある。でもあの子には何の罪もない。だから絶対あの子を守ってあげましょうね。あの子だけじゃない、君も守ってみせるよ。あなたったら。何ですか。浜辺の方に煙が。もしかして船だ。この島に人がいるという情報があったんだ。君たちを日本に送ろう。やっと帰れるんですね。パンダさん、これからどうします。案外島での生活が気に入っちゃったよ。自給自足で生きていきたいね。まずは土地を。ここは。なんで縛られてるの。やっと起きたか。誰。お前に殺された息子の親だよ。ここにいるのはお前に大切な人を奪われた人たちだ。お前には俺らと同じ苦しみを味わってもらう。やめてよ。妻は問答無用に殺されたんだ。パンダさん、助け。シャチコ。次はこいつだな。その子は、その子だけは見逃して。こいつのは僕だけにしろ。その子は何の罪もないんだ。頼むよ。お前に殺された人たちも何の罪もなかった。恨むなら自分を恨めよ、クソ野郎。これが超死刑。ああ、加害者を五感全てを感じられる仮想世界に送り込むんだ。未来に希望を持たせ、奪われる者の気持ちを理解させてから殺す。それが超死刑だ。シャチコと子供は。もちろん仮想世界の中での人物だ。現実には存在しない。あいつは脱獄したと思っているが、超死刑判決を受けた瞬間に眠らされ仮想世界に送り込まれたんだ。俺はこいつを、友人の命を奪ったこいつを許すことはできない。だがこいつも十分苦しんだ。もう楽にさせてやってほしい。わかった。はあ。ペンギン、街に恐竜が現れたってや。恐竜、そんなのとっくの昔に絶滅しただろ。ペンギン、後ろ。地球に隕石が衝突してうんたらかんたら。おい、どうしたんだ。あ、これはよだれ。次回、恐竜が生きていたらどうなるのか。振り向いたら死ぬ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。